朝起きると雪になってました。昨日の予報で言ってましたが、成人の日は過去結構雪が降っているそうです。10時の気温は6度なので積もらないとは思うんですがね。起きた時はそうでもなかったのですが、遅い朝食をとっている間に降りが激しくなってます。雪が傘に当たる音です。塀には2センチほどすでに積もっています。ノーマルタイヤで走っているようです。危ないですね。だいぶ積もってきました。明日朝の通勤が思いやられます。さらに昼食をとっている間にあっという間にもっと積もってしまいました。トホホです。これでおしまいです。